はい、ということで皆さんこんにちは、パクセルエンでございます。本日やってきておりますのは新快速の行き先としても有名、滋賀県米原市 JR 米原駅です。この米原駅には東京から神戸までを結ぶ東海道本線と東海道新幹線のほか、もう一つ重要な在来線が乗れるでいます。それが路線記号 A 北陸線、正式名称北陸本線です。北陸本線は米原から敦賀、福井、金沢、富山、糸魚川を経由して最終的には新潟県の直江津までを結ぶ 353.8 キロに及ぶ長大幹線でした。しかし2015年3月のダイヤ改正で北陸新幹線中野金沢間が開業すると、直江津金沢間は JR 西日本の経営から切り離され、米原金沢間の 176.6 キロの路線に短くなり、さらに今度3月のダイヤ改正でいよいよ北陸新幹線が敦賀まで伸ばされることになりますと、この敦賀から金沢までの間も JR 西日本の経営から切り離され、福井県内は新しく立ち上げられた第三セクターハピライン福井に、石川県内はすでに金沢延伸の際に設立されている第三セクター IR 石川鉄道にそれぞれ移管され、北陸本線はいよいよ全長 45.9 キロ、この米原から福井県敦賀までの間を結ぶほとんど北陸地方を通らない北陸本線となってしまいます。ということで今回は北陸新幹線開業直前、まだギリギリ長大幹線としての地位を保っている北陸本線を、この滋賀県米原から終点石川県の金沢まで全区間乗り通してみたいと思います。ちょっと出発がかなりギリギリになってしまっているので、もうなんか駆け込み乗車チックというか、ほぼ駆け込み乗車なんですけれども、本日もよろしくお願いいたします。さあ時刻15時56分、特急白崎57号金沢駅はゆっくりとこの米原駅を出発していきます。この特急白崎号には金沢米原間を運転する列車と、金沢から米原経由で名古屋まで運転する列車の2つがあり、それぞれが2時間おきに運転されています。この特急白崎57号は50番台ということで米原始発、名古屋発着は1号から米原発着は51号からそれぞれ号数が不満されています。奥には東海道新幹線のホームが見えますが、この特急白崎号は米原駅で東京方面からやってくる、もしくは東京方面に向かう東海道新幹線光号と接続することになっています。こうすることによって、特に北陸新幹線金沢延伸前までは中越新幹線プラス北越急行経由特急白鷹号と並び、東京から北陸方面への非常に重要な移動ルートとして使われてきました。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急白鷺57号金沢駅です。止まります駅は長浜、敦賀、武生、佐賀へ、福井、田原温泉、加賀温泉、小松、松戸、終点の金沢です。現在では北陸新幹線によって東京から金沢への最速移動ルートは北陸新幹線輝き号に乗って1本ということになりましたが、しかし現在でもまだ福井や敦賀へはこのように東海道新幹線とそれから北陸線特急白崎号を乗り継いでいくのが最も早いルートということになっています。上をまたいでいった、これが東海道新幹線ですね。東京方面が見えます。この先、北陸本線は、琵琶湖の東側をずっと北上し、そこから先、船坂峠を越えて、滋賀県から福井県へ、敦賀の街中に降り、そこから先は一気に10キロ以上の長いトンネルを越えて、福井平野の方へと出ていきます。この辺りは、ちょうど、非常に広い平野となっているということもありまして、かなり爽快に走っていきます。線形もよく、時速130キロ、この特急白崎号で使われている 6%HK の最高性能とまではいきませんが、かなり高速度で走っていきます。特急白崎で使われている 6%HK、いよいよ今度のダイヤ改正で引退するのではないかとか言われてきましたが、一応今のところは敦賀延伸以降もこの白崎号として使われるみたいですね。今回の特急券はこちらでございます。米原から福井まで特急白崎57号の1号車12番C 席グリーン車をかけました。今回なんで金沢まで行くのに福井までの特急券しか買っていないのかと言いますと、JR の特急料金、グリーン料金は営業キロ数100キロを境に大幅に値段が変わることが知られていて、この米原福井間はギリギリその100キロに届かない 99.9 キロとなっています。そのためこういったグリーン車や特急列車に安く快適に乗ることができるということで、結構鉄道マニアの間では知られている移動方法なんじゃないかなというふうに思います。グリーン車はやはり快適、すごいですよね。もうモフモフふかふか快適。まあ Wi-Fi とかそれからコンセントとかそういった設備はないですが、ただあまりにもこの座席がふかふかすぎるので、もうこの座席のふかふかで Wi-Fi やコンセントがないマイナスをプラマイゼロに持ってきています。またこのようにテーブルは背面テーブルではなく肘掛けから取り出してくるタイプのテーブルですが、ただこれもねそこまで大きいものではありません。あとはこの前の座席の下、足元のところにフットレストが設けられていますが、この反対側にひっくり返すと靴を脱いで上がるモード、そしてこちら側は靴を履いたまま上がるモードです。
画面の奥の方を進行方向左側には日本一の面積を誇る琵琶湖が見えています。その奥にはこの後合流してくる大阪方面からの特急サンダーバードが走行する湖西線が通る広山地方面が見えています。滋賀県ってね、結構琵琶湖のイメージが非常に強い方多いと思うんですけど、意外と山がちなところが多くて、特に湖西線沿線なんかは山がすぐ際のところまで近づいている様子を楽しむことができる区間も少なくありません。列車は最初の途中停車駅長浜に到着。かつて羽柴秀吉を名乗っていた頃の豊臣秀吉がこの長浜にお城を構えていた時期がありました。地震によってそのお城は倒壊してしまうんですが、現在でも確か琵琶湖の中にその頃の遺構が残っていたとか、そんな話を聞いたことがあります。ちなみに駅の規模は長浜より前原の方が大きいんですが、人口は長浜市の方が多くなっています。前原は鉄道が通ってから新しく作られたような町ですが、しかし一方の長浜は城下町ですからね、昔から人が多く住んでいました。ちなみに今回僕が座っている12番の席のすぐ後ろのところには、こういう風に一番後ろの座席のさらに後ろのところには特大荷物スペースがあります。まあもちろん特大荷物スペースとして売られているわけではないですが、ただね、グリーン車はシートピッチが広いので、こういう風に最高部列の座席のさらに後ろはかなりスペースが広くあり、大型のスーツケースなども余裕で置くことができます。非常に便利。進行方向左側に琵琶湖が見える中、右側で姿を現しましたのは伊吹山ですね。関西の人はよくこの伊吹山にスキーをしに行くという話を聞いたことがあります。首都圏だとね、新潟とか長野県でスキーをする人結構多いんですけれども、ただ関西の場合はそこまで雪が降る地域が多くないということもありまして、まあ、割とあの伊吹山にスキーをしに行くっていう人が多いんじゃないかな。やはり9両編成、かなり長編成を連ねているというだけあり、このようにカーブでは編成の後方、8号車、9号車付近がよく見えます。そしてこのあたり、ちょうどですね、県境が近づいてくるあたりで雨が降り始めました。まあ、日本海側の冬っていつもこんな感じですからね。どんより雲が垂れ込めていて、まあ、基本的に降るのは雨か雪みたいな感じ。まあ、でも大体は雪なんじゃないかな。雨が降っているということはまだこのあたりの方が気温が高いということ。ね、このあたりで雨が降っているならば、多分この後山を越えた先の北陸方面は多分雪になってるんじゃないかなというふうに思います。車内も非常に落ち着いた雰囲気でお客さんはほとんど乗っていません。僕以外にお客さんは多分3人ぐらいしかいなかったんじゃないかと思います。これぐらいのね、状態で、まあ、このままラストランまで行ってくれればいいんですけど、まあ多分最終日は相当鉄道マニアで混雑するはずです。北陸本線がいよいよ福井県と滋賀県の間、船坂峠越えに挑もうというところで合流してきますのが、こちらが湖西線です。1970年代に開業した非常に高規格の路線で、昔から様々な優等列車の通り道として使われてきました。現在でも特急サンダーバードがこの湖西線を経由して大阪と金沢を結んでいます。今通過しているのが大見塩津駅。名古屋、前原方面からやってくる白崎号と大阪方面からやってくるサンダーバードは、ここから先金沢まで全く同じ線路を共有して走ることになります。ただ白崎が毎時1本なのに対してサンダーバードは毎時2本ということで、非常に本数が多いこのサンダーバード、まあ、ここから先は白崎号と合わせて特急列車が毎時3本運転されるということで、日本を代表する特急街道としてここから先金沢まで線路は続きます。そして今走っているこのトンネルこそが、その滋賀県と福井県の県境を貫いている船坂峠のトンネルです。この真上のところに非常に昔から難所として知られてきた船坂峠があります。ただその船坂峠を越えて福井県に入るとこんな感じで、なんと青空が広がっていましたよ。マジでびっくりしましたよ。今上を通っていった線路は、あれは北陸本線の前原方面の線路です。船坂峠からこの先次の停車駅になっております敦賀まではかなりの標高差があるので、その標高を一気に稼ぐために、北陸本線前原方面の線路はここで大きなループ線、線路を大きく輪を描くように通しています。まあ、そのループ線が今ちょうどこの辺りで通っておりますので、それの線路が今ちょうどこの北陸本線の金沢方面のちょっと上り線なのか下り線なのかよくわからないんですが、この前原方面から敦賀に向かう線路の上をまたいでいったわけです。そして列車はまもなく敦賀に到着。ここから先はいよいよもう新幹線が開業すると見られなくなってしまう光景です。ちょうど向こうには北陸新幹線 W7K が停車していました。多分 W7K だと思います。この後北陸新幹線が敦賀まで延伸すると、サンダーバードやそれから白崎号はこの敦賀までの運転となりますが、ただ敦賀駅での発着ホームは新幹線の真下ということになり、線路も向こう側へ移ることになります。今ちょっとね、電車がたくさん止まっていて遮られていますけれども、新幹線が開業するとこの白崎やサンダーバードは向こう側、この新幹線の真下に作られている新しい線路を通って敦賀駅に入線することになりますので、この辺りの風景を見ることができるのは今だけ。まあもちろんこの辺りの光景もね、北陸
本線の普通列車なんかに乗れば見られるんですが、ただ特急列車の車内から新幹線の高架を右手に見つつ、昔ながらの非常に長いホームを持つ敦賀駅に到着という光景はもう3月で見納めになってしまいます。今度からこのホームはこの敦賀北北陸本線を第3セクターとして運営することになるハピライン福井と、それから小浜線、あとそれから北陸本線の普通列車新快速電車が使うホームということになり、特急列車がこちら側のホームに入線することはなくなります。だから多分今は12両編成に対応した非常に長いホームがありますけれども、これもホームの端っこの方はもう柵が設けられて封鎖されることになっちゃうんじゃないかなと思います。多分このホームにやってくる電車は長くてもダイヤ改正以降6両くらいになってしまうと思いますので、こんなに長大のホームは必要なくなりますからね。もうこの先敦賀からもっと北の側、この先の区間に関しては新幹線開業以降特急列車で走ることは基本的にできなくなってしまいます。この非常に立派な新幹線の高架橋、これをくぐってここから先は新幹線開業以降第3セクターハピライン福井に移管される区間、3月16日以降はこの敦賀まで特急列車でやってきたお客さんは全員この真上の高架の上を走る北陸新幹線に乗り換え、福井、金沢、富山方面へと向かうことになります。まあ確かに福井まではほとんど時短の効果はないですが、ただその先のね金沢とか富山方面へはもうかなりの時短が見込まれますので、これはかなりいいことなんじゃないかなと思います。ただ敦賀とかいう中途半端なところで新幹線を止めてしまうのは非常にもったいないので、さっさと敦賀から先新大阪方面へも延伸してほしいですね。画面の中央、山が切り取られている部分がありますが、その下の方でガバッと大きく口を開けているのが北陸新幹線の新北陸トンネル、全長確か15キロとかそれぐらいあるんじゃないかな。ただ長いトンネルがたくさんある北陸新幹線の中では、まああれも割と普通の長さのトンネルということができるんじゃないでしょうか。普通に20キロ超えのトンネルとか当たり前にありますからね、北陸新幹線は。そしてそんな新北陸トンネルを見ながら列車が突入しましたのがかの有名な北陸トンネル。昔はこんな長いトンネルはなくて、山の中をえっちらおっちらあっちへ行ったりこっちへ行ったりという感じで時間をかけて抜けていったんですが、ただ1960年代かなにこの新しい北陸トンネルが作られ、敦賀経由での北陸地方へのアクセスは段違いに良くなりました。これが全長13キロぐらいあるんですが、開業当時は日本で一番長い鉄道トンネルがこれだったんじゃないかと思います。まだ上越新幹線の大清水トンネルとかができる前の時代ですからね。そしてそんな北陸トンネルを抜けるとそこは雪国でした。川端康成の小説じゃないですが、もう本当にね、国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国であった、もうその文章そのまんま。さすがにね、とんでもない大豪雪という感じではないですが、しかし先ほどまでは一切そんな素振りも見せなかった雪がこのようにもう街中に降り積もっているこの光景、やっぱりこれを見ると北陸に来たなぁと実感します。やっぱり僕の中での北陸のイメージというとこれですよね。この低く垂れ込めた薄汚いこの鈍色の雲で、それからまあ今はちょっとないですが、どこまでも広がる雪の原っぱ、大海原ならぬ大雪原の中を駆け抜けるこの特急列車の威厳、本当にもかっこよかったんですけれども、でももうそれも今度のダイヤ改正で特急列車が新幹線に置き換えられて見られなくなってしまうというのが残念なところです。まあでも北陸本線はね、もうすぐ天候に左右されて運転見合わせたり遅れてしまったりということがありますが、新幹線は在来線と比べて圧倒的に天候の変化に強いので、まあおそらく新幹線ができることによって北陸地方の交通事情も、特に福井県内の交通事情は大幅に改善されるはずです。列車は福井県の中でも結構重要な駅、ここが多分竹生か鯖江かちょっとすいませんどっちかわかんないんですが、まあそのどちらかに到着で、この近くに北陸新幹線の越前竹生駅も建設されることになっており、まあ、この辺りからでも一応新幹線に乗ることができるようになります。多分ここが竹生かな。新幹線が開業してもこの竹生とそれからお隣の鯖江に新幹線が来るわけではないので、まあ町の玄関はどちらかといえばね、長距離やってくるお客さんからすると越前竹生の方になるのかなと思いますが、ただ竹生とそれから間もなく到着するこちらの鯖江にもちゃんと緑の窓口はね、ダイヤ改正以降ハピライン福井に移管されても残されるらしいので、まあそれに関しては良かったのかなと思います。一応町の中心は竹生とそれから鯖江それぞれですからね、メガネの町鯖江の風に特急列車に乗ってこの鯖江に降り立ったお客さんにアピールするための看板なんかもおそらくはダイヤ改正以降まだ残るんじゃないかなと思います。まあ残してくれたら嬉しいですね。まあなくなったらなくなったでしょうがないですけど、この長い長いホームもおそらくはダイヤ改正以降少しずつ閉鎖されていく区間が増えてくるんじゃないかと思います。北陸新幹線は整備新幹線としては珍しく平野を走る区間が長い路線ということで、次の停車駅福井なんですが、こんな感じで北陸新幹線の高い高い高架橋を北陸本線の車内からでもよく
く観察することができます。でこのあたり福井平野だけではなく金沢平野、富山平野、砺波平野、結構いろいろなところでね、この新幹線は特にこの北陸の場合平地を走っていきます。北海道新幹線とかね、東北新幹線とか西九州新幹線はもうトンネルばっかり、山ばっかりで全然外の景色なんか見えないんですけど、その点北陸新幹線は外の景色を見られる区間がだいぶ長いですから、結構恵まれているように感じます。車内のこのグリーン車の光景もね、これももうあともう少しで見納めですよ。まあグリーン車自体には今後も乗れますけれども、いやでもこういう風に落ち着いた車内照明、この暖色の照明、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、これで北陸の風景を楽しむことができるのもあとわずかです。列車は福井駅に到着。奥には1面2線、日本の新幹線の駅の中で最も狭い1面2線の新幹線のホームが見えますが、一方この在来線は2面5線、切り欠き式のホームがさっきちらっと見えましたが、あれは福井の一つ手前、越前花南道で分岐しているJR 九頭竜線の駅です。列車は福井駅に到着。前原から 99.9km、 約1時間と少々でこの福井までやってきました。こっから先また金沢までね乗ってしまうと、ものすごく特急料金が高くついてしまうので、とりあえず福井でこの列車を降り、ここから先は隣のホームに停車している普通列車に乗り換えます。この 6%1K、サンダーバードで使われている車両はリニューアル工事を受けて、この正面の顔のところがね、黒になっているんですが、この白崎号で使っている車両は未だに登場当時のグレーの顔のままということで、鉄道マニアからの人気もかなり高いです。僕もね、何度もこの 6%1K、それからサンダーバードで使っている 6%3K 乗ってきましたが、やっぱりこの JR 日本最初に作った車両ということもありまして、やっぱりかっこよさは段違いですよね、この 6%1K。かつては特急博多号として上越新幹線との連絡時速160キロで運転していた時期もありましたが、現在では時速130キロで北陸本線をぶっ飛ばし続けています。さあ9両編成で出発。この急行車一番後ろの顔も流線形の非常にかっこいい顔でしたね。さてここから先は普通列車に乗り換えます。こちら普通金沢行き、今は JR 西日本の 521系ですが、おそらくこれも今度ハピライン福井か、まあ、もしくは IR 石川鉄道に譲渡されて、でこういったあの JR 仕様のね、青と白の帯も見られなくなっちゃうんじゃないかなというふうに思います。顔がものすごく323系とか225系に似てるように見えるんですが、全く別形式です。この北陸本線の特急列車がたくさん表示されている発車表を見ることができるのも今だけ。速攻で17時8分発のサンダーバード29号がありますが、これはさっき僕が乗ってきた特急白崎57号のすぐ後ろをぴったりくっついて大阪からやってきた特急列車です。今停車しているこれがそうですね。やっぱりね、前原からやってくる白崎よりも大阪からやってくるサンダーバードの方が乗車率は高く、また編成の両数も、白崎号が6両もしくは長くても9両なのに対し、サンダーバードはデフォルトで9両、まあたまに6両で走ることもありますが、まあしかし基本的には9両、長いと12両で走ったりしますので、個人的にはやっぱりサンダーバードの方が重が大きく、また新幹線開業以降も大阪からやってくるサンダーバードから乗り換えで使うお客さんが乗車する新幹線の方が混むのかなというふうに思います。さあ12両編成で特急サンダーバード29号が出発。前より9両プラス後ろより3両の12両みたいですね。一番後ろは、お、6%1K だ。白崎号と違ってこっちはリニューアル工事が施されているので、ああいう風にブラックフェイスになっています。さあそんなサンダーバードを追いかけて4分後、17時12分、普通金沢駅はゆっくりと福井駅を出発をしていきます。サンダーバードや白崎など特急列車の場合はだいたい50分ほどで福井金沢間を走破してしまうんですが、ただこっちは普通列車ということで、後ろからやってくる特急の待ち合わせなどもあり、だいたい1時間半ぐらいは福井から金沢までかかるかな。まあでも1時間半程度ですから、まあそこまで長旅という感じはしません。しかしこれが新幹線が開業して特急列車が全部新幹線に置き換わると、こういった普通列車が後ろからやってくる特急の待ち合わせをしたりなんていうこともなくなりますので、おそらく全体的には所要時間は多分今の JR 時代よりも、ハペライン福井とか IR 石川鉄道に置き換えられてからの方が短くなるんじゃないかなと思います。車内はこんな感じで、よく新快速電車などで見かける2列プラス2列の転換クロスシートが並びます。非常に快適。もう JR 西日本の転換クロスね、新快速とかで使ってるやつだともうかなり下手ってきていて、座り心地がちょっとね、悪くなってきたりするやつもいるんですが、ただこの521系、北陸エリアで活躍している車両の転換クロスシートは本当にふかふかで快適です。列車は、どんどん北陸本線を北上中。今向こうに見えている、あの、白と青と黄色い電車は、あれは越前鉄道ですね。この辺りで走っているローカル施設。あの、恐竜博物館とか、東尋坊とか、そういった福井県の観光名所へ行くときには、あの、越前鉄道を使うのが便利です。あとは、勝山永平寺とかね、あっちの方に行くにも、この越前鉄道が便利。もともと越前鉄道が北陸新幹線の現在のホームを曲がりして使っていた時期もありました。越前鉄道と北陸新幹線が同じ高さの高架を両方作るっていう時
時に越前鉄道の高架を作っている間、じゃあちょっと新幹線の高架借りますねということを昔やってたんですよね。一回ぐらいは行ってみたかったな。列車はさらにその後重要なこの北陸の観光地ですね、福井県のあわら温泉駅に到着です。反対側のホームからは米原駅か名古屋駅かわかりませんが、特急白崎号が出発をしていたところ、特急列車の大半がこのあわら温泉に停車することになっており、北陸新幹線もここにあわら温泉駅を設けることになっています。あわら温泉も非常に素晴らしいお湯が湧くところということでかなり有名なんですが、新幹線が開業すると大阪方面からのアクセスは悪くなる一方で、東京からアクセスが良くなりますので、おそらくあわら温泉に関しても金沢などと同様に新幹線開業以降東京方面からのお客さんが相当増えるはずです。列車は大正寺駅に到着。福井県から石川県に入りました。石川県内最初の途中停車駅です。この大正寺までが北陸新幹線開業以降ハピライン福井が運行を担当する区間で、ここから先はもうすでに北陸新幹線金沢延伸の際に北陸本線の一部区間を継承した IR 石川鉄道が管理することになります。だからここから先の区間に関してはもうすでに IR 石川鉄道というすでに存在する鉄道会社が運営を管理することになりますので、僕もまだダイヤちょっと実は確認できてないのでわからないんですけど、もしかしたら金沢をまたいで富山方面と福井方面を直通する電車なんかもできるんじゃないかなと思います。今は金沢から東が第三セクターで西側が JR になっているので、この2つの間を直通する普通列車って確かなかったと思うんですけど、多分これが金沢をまたいで両方向とも第三セクターになればそういう融通も効くようになるんじゃないかな。列車は加賀温泉駅に到着。昔は先ほどの大正寺とそれから次の停車駅いぶり橋、この2つの駅が両方とも温泉地の最寄り駅ということで特急列車多く停車していたんですが、ただ2つの駅両方に特急を止めると非効率的だということで、この2つの駅の真ん中に新駅を作って、そこに特急や優等列車の停車を集約、そこからバスで各温泉地に行く方法を取りましょうということで作られたのが今度新幹線がやってくる加賀温泉駅です。加賀温泉っていう駅が昔からあったわけじゃなかったんですよね。列車はそんな加賀温泉のさらにその次の途中停車駅小松に到着です。小松製作所が非常に有名なところ、あの航空自衛隊かなの小松の基地なんかもありますよね。この石川県内でも非常に重要な町、この石川県の南部加賀地方では金沢、小松、加賀、この3つが三大都市として君臨しています。列車は美しい川と書いて三河駅に到着。この駅は二面三線の構造になっており、この列車は真ん中の2番線に着きました。この駅で後ろからやってくる特急列車の通過待ちをするわけです。これこそがやはりこういった特急列車がバンバン走り回る長大幹線ならではの光景ですよね。さあやってきましたよ、金沢行きの特急サンダーバード31号。こういう光景も新幹線ができたら全て過去のものになってしまいます。今までもね、信越本線とか長崎本線と、長崎本線では今でも見られますけど、こういった特急列車が前を走っていく普通列車をどんどん追い抜いていく光景っていうのは見られましたが、ただこういった光景も新幹線の開業によってどんどん消されてきました。ただこれがまだまだ残されているのがこの北陸本線の特徴。あとこういう風に特急列車がバンバン前の列車を抜いていくところっていうのは、もう長崎本線の一部区間と、あとそれからあとは日本本線ぐらいしかないんじゃないかな。列車は終点の金沢駅に到着。大阪駅のサンダーバードが発車の準備を行っています。この金沢駅、先日ですね、地震がありまして、この動画撮ったの実は能登半島地震の1週間後なんですけど、そんなわけで、地震の影響もあってか、観光客の数はかなり少なめでした。この日3連休だったんですけどね、3連休とは思えないほどにお客さんが少なく、やっぱり地震の影響で風評被害も相当受けてるんだろうなということが感じられました。ただね、能登半島は確かに大きな被害を受けましたが、ただそれ以外の石川県加賀地方、福井県、富山県、新潟県あたりはもう全然被害もないので、皆さんぜひですね、この新幹線、それから特急列車に乗って北陸を訪れて、どんどん復興の後押しをしていきましょう。僕も頑張って、この後お金を落としてきました。列車は折り返し小松駅として運転されるようです。この金沢駅の長い長いホームにたくさんの特急列車がひっきりなしに発着する様子も今しか見られない非常に貴重な光景。ちょうど富山方面から IR 石川鉄道の金沢駅の電車がやってきました。新幹線が開業するとこの金沢駅の在来線ホームにやってくる電車は大半がこんな感じの色の電車に変わります。一応七尾線がありますから、まだ七尾線絡みの普通列車および特急のどかがりび号はこの金沢駅に新幹線開業以降もやってきますが、ただそれ以外はもうみんなこんな感じの色の電車になってしまいますからね、本当に寂しくなりますよ。でも代わりに新幹線ができて他の都市から金沢やそれから他の町へ行きやすくなるっていうのは、これはありがたいことですけどね。
この金沢駅の駅名表に JR 西日本のロゴマークが書かれているのももうあと少しで見納めとなります。昔はここからさらに100キロ以上東へ行った直江津まで線路が伸びていた北陸本線も今度のダイヤ改正でいよいよ米原から敦賀までのおよそ50キロに短縮されてしまいます。かつての北陸本線大動脈の面影もほとんどなくなってしまう前に皆さんぜひですねこの北陸本線米原から金沢まで乗り通してみてはいかがでしょうか。ちなみにこの撮影の後はですね金沢駅の目の前にある美味しい海鮮丼のお店でこれ2000円で食べられたんですよ。めちゃくちゃ美味しかったですけど海鮮丼をいただきました。復興の後押しになれば幸いです。ということで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。